桜の訪れで幕を開けた三歳牝馬の戦いもいよいよ最後の舞台を迎えます。スタートを切りました。12頭、この大歓声がくせ者であります。落ち着いていけるかどうか。さあ先行争いであります。2番ペインタウドリームが行く構え、ベッツゴードンキが追いかけます。それから心の愛、そして内からは6番マキシマムドパリ、それからアスカビレン、そしてその後ろから9番クイーンズリング、クイーンズミラーグロ、そしてそのうちに8番アンドリエッテ、当選ビクトリーが、その後ろ1番ディープジュエリー、外から1頭3番ミッキークイーン、4番タッチングスピーチ。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。ペインタウドリーム、陣営が絶対の自信を持って送り出しました。さあ気合はどうなんだ。そして2番手にベッツゴードンキ、それから離されまして心の愛、そのうちからはマキシマムドパリ、それからもう1頭アスカビレン、その外に9番クイーンズリング、その後ろ3馬身くらいあって12番クイーンズミラーグロ、外を通って8番アンドリエッテ、当選ビクトリーがそのうちにいます。その後ろでやりましょうか。ディープジュエリー、その外ミッキークイーン。さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった。先頭行く黒い帽子はレインチャオドリーム、先頭ドサキとレインチャオドリーム、外からはレッツゴードンキ、このまま粘れるか。レインチャオドリーム、先頭はレインチャオドリーム、レインチャオドリーム、先頭レッツゴードンキが差を詰めてくる。2番手にレッツゴードンキ、先頭は2番レインチャオドリーム、外からレッツゴードンキ、1着レインチャオドリーム、3歳牝馬三冠達成。確定しました。